男性には過激で下品な話題ですが、入社したばかりの頃、会社の先輩にセクハラ野郎がいた。 BBQ の時に同僚とソーセージ焼いて食べてたら、なんか知らんがブツブツ言いながらニタニタ笑ってる。ソーセージばっかり食べて他のものも食べてたのに欲求不満なの？とか、もっと露骨なことも言われたから気持ち悪かった。同僚の中でもおとなしい子にばかり絡むし、周りの男性陣がやめろと注意しても聞く耳持たず、お酒の勢いもあってつい言ってしまった。網の上で直火で焼かれた上、噛みちぎられるもので、そういう連想できるなんてやばいですねと。セクハラ野郎だけでなく他の男性陣も顔が引きつってしまってまずいとは思ったけど、あ、もしかしてそういう趣味なんですか？と追い打ちをかけてしまった。そしたら空気読めない同僚の一人が、え、ってことはサイズもこれぐらいってことですよね。ちっさ。セクハラ野郎、顔真っ赤にしてプルプルしてたけど何も言い返せず、その後なぜかソーセージの話が弾んで、空気読めない同僚が、そういえば男性のが折れた時ってソーセージの CM みたいにパキって音するんですかね、と言ってしまい、凍りつく空気。以後セクハラ野郎からのセクハラ発言は会社でもなくなったので、結果オーライかなと。下手したらこっちがセクハラで訴えられてもおかしくなかったと反省。私と同僚の発言をお酒入ってた市で許してくれた男性陣には未だに感謝しております。